というわけで、翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。まあなんだかさ、はい、最近さ、ツイッターのアカウント名の横にさ、うん、指輪とかさ、はい、花とかさ、おそろでくっつけるのが流行ってるみたいじゃない。最近なんですかね。最近じゃないのかな。僕中学生ぐらいの時にそんな最近急にそれで盛り上がってるもんいるからさ、うん、だから僕もちょっとやりたいなと思って。あ、はい、いいじゃないですか。おでんくんと、はい、おそろのね、お花でもやろうかなと思ったら、 おでんくんもともとね、お花やらダイヤらいっぱいくっついてた。あ、いっぱいくっついてた。紛らしくできなかった。そうですね、それ誰と一緒ってなりますから。ちょっと相手を変えなきゃいけない。やめたんです。おでんくんじゃダメだ。なんかあの噂に聞くとニコさんが四つ葉のクローバーだって。じゃあいいじゃないですか、四つ葉のクローバーでいいんじゃないですか。あ、そうしたら ね、 ね、おでんくんがよかった。おでんくんいっぱいずら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 なんか書いてあった。おでんくんはそれだけいろんなちょっと合わせてるかもしれない。可能性はね。はい、まあそんなことはいいですよ。はい、まあ今ほら大で、うん、バーンのガチャが先週でしたっけ。はい、そうです。先週あれ翼くんも引いたんだよ確かね。いや僕は引いてないです。あれバーンは引いてない。あれは引きましたけど、ハドラー、ハドラーを引きました。はい、まあ、その後にバーンが来ましたよ。来ました。また同じような感じで、最初の30連がピックアップ1個付きで、はい、でもあれ最初ハドラー引いてた時僕ら誰もあそこ確定は気づいてなくて全員分かってなかった。分かってなかった、はい、やったとか言っちゃってる。出るの当たり前なのにね。普通に出ること分かるね。もう無駄に喜んじゃった、はい、まあでもまた今回も同じ仕様でね。そう、30連でこれバーンが来てましたよ。はい、来ましたね、バーン。でね、まあ僕もね、まあまあいい引きをしたんですよ。はい、おめでとう。ただ僕はツイートもしましたけど、はい、ジジイが出ねえのよ。ジジイつあの A のお供の、うん、お供のジジイザボエラが、ザボエラ出やしねえ。おで最終完突してまだ2突だったからね。ザボエラ、ザボエラが、ピックアップ A 追ってんだ。ほんとこれからえね、この A のためのガチャをしなきゃいけないわけですよ。なんか大コラボの時は毎回そうなる運命なんですかね。そうそうそう、そうやってるうちに多分バーンがねプラスで出ちゃうよ。お、覚醒プラスきっとね。なんとなくそんな感じもありえますわ。しちゃうんだけど、はいはいはい、まあそれでもね結局200連そこそこやってますよ。はい、で僕ハドラの時ね、うん、まあ翼くんなり、ゆかめろさんなり神引きしてましたよね。はい、結構神引きしたもんなと。で僕はギリ1突だか2突だったでしょ。2まで行ってたはずです。そう、100連終わった時にね、はい、あのあとですよ、うん、200連目300連目のその10を残すまでに、うんうん、ゼロでした。ゼロ。結局次の3突が300連の天井でした。わー、最後まで行きました。最終450ぐらい来ました。あー、全然意味なかった。もういつも通りだった。はい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 。ってところで、はい、なんだかわかんないけど、うん、ある人のツイート見たんですね。ある人の、はい、ある人のツイート見ました。はい、これ何のかというと、はい、なんだかわかんないけど、うん、運営に悪態ついてるわけですよ。うん、まあなんか日常茶飯事すぎてな。ねえ、30連を終えて、うん、でなおかつ70かなんか回して、うん、まあかけらを使って3突だったと。ああ、じゃあ100連。ざけんなぐらい。ツイートされていたと。ツイートしてる。運営、これで満足か。これで満足か。え、70足しただけだよね。僕はそこで思ったわけですよ、ね。はい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 。70ですよ。70。翼が70回して。70ね。そんなブチ切れます？運営に。僕はしないっすけど。その分かんない。その人の立場が分かんないから。ねえ、まあ、まあ、30連の中に1体確定があるだけで、はい、本来はありがたいプレゼントとまず思わない。まあ、今までのタクトのガチャ的に考えると、そうそうそう、だから最悪そこで1体母体が引けるわけでしょ。確実に10連すればね。だから1万円では絶対ってことですね。そうですよ、はいはいはい、でまああとじゃあ70を足したとします。70ってまだ中途半端な、うん、その状態でまああと2体は引いたってことだよね、はい、そうですね。で2突しててかけらで3突してる。はい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 、十分じゃねえのって。まあ、70連で2体出たってことはね。僕はハドラーね450いきましたよ。はい、ね、それでなんか運営満足かね。これでもし大のなんか保証というか、うん、あ、はいはいはい、詫びなかったら許さんぞぐらいのこと言ってる。なんかトンチンカントンチンカンですよ。それはね、それはね、うん、クソビカ4の翼くんがまあ仮にですクソビカ4です。100連やったとしますよ。はいはいはい、1体も引けなかった、うん、そこまで悪態つきます。いや、まああの悔しいとかは分かる。いや悔しいは分かる、そりゃ ね3万も使ってるやね、はい、クソはありますけど、だけどなんだよこれよって言うほど回してないよね。ちょっと100連じゃそこまでいけねえかなって。で僕は言いましたよ、はい、まあやっぱりこの分母が大事と。はい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 、はい、僕らはいくら言ってもいいって思いますね。まあそんなに回してますからね。そうそう、ほんでまあ簡単に言うとですよ、150で、はい、まあ、通常で言えば天井がある、うん、
まあ、今回は特別スタンプなんで天井はねえと、はい、団長は言ってましたよ、天井つけろと俺ら引けねえよ全然絶対そんなプラス関係ねえと、はい、スルーしちゃうんだからね、はい、おかしいね、天井があった方がいいっつってるわけですよまあこんな豪華なスタンプじゃなくていいって150の方がいいと、通常の150一体欲しいっつってましたよね、それも人それぞれだな、でもまあ翼くんでもよく目にするんでしょ、はい、今回も天井だったよ、あそれはもうよく見ますよ、はい、七重ってなんだよ、まあ、うん、しかも3と地点でかけられいやだからそれすごいと思うんだけどね、はい、どうやらこれ、はい、配信者らしい、あーうわー知らなきゃよかった、これはまずい、これ僕ねこの人に対して、はい、何の別にないですよ、うんうんうん、だけどこれはちょっとどうなんってやっぱ思っちゃったの、まあそうか70連か、うん、七重で失礼しました、七重連ね、ね、七重でまあブチ切れる方かな、いや僕はてっきりその文章だけ見た時、あこれ300連で全然引けない、1体ね保証1体だったのかなとか、まあだから1凸ぐらいで考えたら、はいはい、今回天井ないから、はいはいはい、七重で3凸よくね、翼くんだって勝ったき、これ神引きの部類じゃないですか、いやまあもうこうなってますよ、え何を七重でとでかけらなくても七重2連、2凸してるわけですよ、あのまあ1個保証はありますけども、でもそれ抜きで七重で2、うん、でかいと思う、僕はもう300超えない限りはガチャで引けねえとか言っちゃいけないと僕は思ってるんですまああの、ね、その前にもなんだかね、はい、300連で貫突できなかったやと怒ってる奴がいたんですよ、何普通なんですよそれね普通なのよ、まあ、日常の方からしたらね、うん、まあ、まあ、いくら特別スタンプだったけどね、だけどまあ、稀に神引きが起きると、はい、僕らの世界では300連貫突はもう超神引きだから、まあそうですね、かなり、うん、うん、300連3突ぐらいで僕はいいと思ってるレベルですよはいはいはい、あともう一踏ん張りって思いますよね、よかったなって思っちゃう、いや本当本当本当、だからやっぱなんつうのかな、ガチャの免疫がない人間っていうのはこんななのかなというのと、やっぱり銭がかかってるから人のスケールっていうのがもう ものすごく出ちゃってんのかなとね、翼くんは銭はありませんよ、銭はないけどやっぱりこの世界観というか周りのねみんな激しくガチャをしている人たちを見てきてますよ、まあね、結構ってことは大体このぐらいで貫突するんだなとかもちょっと情報って入りますよね、まあなんか雰囲気的にはこのぐらいかなっていうのはありますけど、うん、それでなくてもですね、はい、配信者、はい、ね、これは配信って配信者ってことは広告収入を得てるわけです、タクトのことを話して銭を得てるんですよ、はい、その得た銭までは無課金ですと、まあね、とはじめるよが言ってました、ハジさんふざけんじゃねえ、なるほど、ハジさんも結構課金されてますもんね、何言ってんだこいつと、あらなるほど、ね、配信者でしょ、はい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 、そっから入ってくる銭は全部出しても無課金よと、まあ、確かにペイラはじめるよは言ってました、ハジさんでした、僕はこれ重いなと思う、深い言葉だなと思いましたよ、あーなるほどね、そうそうそう、翼さんチャンネル大してないけども、はい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 、まあでもね足出ちゃってるけどもさ、まあまあまあ、もうとっくの塔に足出てもうね1万メーター以上も先行っちゃってるんですね、そうですね、そこに関してはそこどうやって持っていこうかなぐらい思ってるけど追いつけるのか果たして、まあでもさあそうなんだ、七十ってまあちょっとしし七十ってこうなっちゃうこうなっちゃう言えない、え何連何連した何連何連したんですか70です、しし七十怒るそれ七十でっていう風になっちゃう、なっちゃう、はいはいはい、まあ、ね、気持ちわからん、僕300連貫突できなかったよって言ってもいやいやそんなもんじゃねってなりますよ、まあ、そもそも確率知ってますか、うん、はい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 、まあそれはそうね、うん、しかもそれをねどうだ満足かと、七十、うん、七十は二一ですよ二一ごとき、うん、運営何も思ってねえからね、こんなもの二一なんてのはもう数週間の割で終わりますまあそのそちらがだからしたら何をそんなにね七十もやったんだよおい上お満足かお前パーンって札束置いてよこれで満足かっていうことよ何抜かしてんだと思っちゃった、まあ、思っちゃうのはねそうなのかもしれないけどさ七十よっぽど七十引っかかってんなこれな、ほんとそうなっちゃう、あそういやでもこれは700かと思ったあゼロ1個足りないんじゃねえか、確かに700であればそれはまあそんぐらいいかるわなと、七十は、はい、ウォーミングアップですよこれ、ウォーミングアップだってまず100の確定いってねえじゃんなんでそこで止めれんのっていう、まあそれはちょっと不思議だね、もうここも不思議よね、はい、翼くんですら100いくでしょここまで来た、あ70止めはねえよあと30はいくかな、70ストッパーはねえのそのこんなストッパーいないのよ、はい、確かにこれ10点差あってもそんなストッパー出てこないから七
日中ストッパー出てこないよ。もうストッパーいらねえもんな。出てこないもんな。行くのよそれは普通にね、まあ、と思いたいけど、まあ人それぞれとはいえね、もう、はい、2アウトの2ストライクからこれか変えられてるようなもんだからこれね。いや行くでしょこれぐらいのね。もう投げさせたれぐらいの70。それをまあなんつだろう、多分本人はすげえしたんでしょうね、つも気持ち的に。いや、それは本当そうだと思いますよ。でも、もうなんつうの、基準値ってあるじゃない。いや、まあ、うん。そりゃ、クソピカゴーの翼くんですら、はい、100や150天井ぐらいで、まあ、天井行っちゃったよって、こういうのはいいと思います。まあ、悲しみはありますよ。でも、おお、なんだよ、運営とか言えます、150ぐらいで。天井で。ボケガス一応天井もらってますからね。はいはい、あ、もうありがとうございますって、おんどれ、あとはちょっと僕にはいいです。なるほどね。僕にはね。ね、にもかかわらず七十です。ちょっと七十がさ、ちょっといやもうなんかちょっとね、小一時間問いただしたい。七十について、七十でそれどうしたって、もうね、1週間の飯代ぐらい聞きたい。でもその可能性ありますよ。水飲んでるのかな、ずっと。いや、ありますよそれは。まあそうだったらまあね、怒っちゃうかもしれないけども。いや、だからこの肺課金肺課金って言ってますけど、うん、ある意味こういうのが本当の肺課金の可能性はありますから。まあね、はい、まあ翼くんがこれからアコムに駆け込んでそこから銭を持ってきてガチャしたら、これは肺課金ですよ。そうそうそう。でも本当にそういうことじゃないかなと、僕はこの人がどういう、ね、うん、生活リズムというか生活状態か分かんないけど、やっぱ配信者としてさ、翼くんもさ、はい、銭がね、銭がねとこういうふうに僕に言われちゃってるけど、はいはい、本当はねプライドは傷ついてるのね。いや、もう心ぐさぐさよ。そうそうそう、傷だらけなんだよ。それが普通なのに七十で言いますか。ハジーが激怒してたから。あ、そう、ハジーさん。そしてハジーがリツイートした人見てごらんなさい、これ練馬の。あ、宿の星さんだか星の宿さんだか分かんないけど、900いってますよ、このスタンプで。まあ、これは、これは、僕でもゾッとする。ああ。これ通常でも行きたくない。ちょっと怖すぎる、ね。このスタンプで900って、どんだけスルーしたのかってぐらい、S 確定枠をね。はい。ってことはもうだから、300×3 の確定しかほぼ引いてない。それと30で4凸ぐらいなんじゃないですか。いや、だから相当これに関してはこれ比で900ですよ。70で言っちゃった。70で言っちゃった。めちゃめちゃ70で言っちゃったって。まあでも確かに10倍以上違うっていうこれは失笑って、つばさくん失笑してごらんなさい。まあ素人言われたらね、70こっち片や930で貫突できなかった。いや、そっちが怖いわ。でも別にそんな激怒してないというか、まあ周りもこういうこともあるんだな、こういうテーブルになっちゃったんだなとか、ちょっとそういう嘆きでしたよ。そうですね。なのに70で、はい、おこら運営ぐらい言ってるんですよ。ド発点だ。ダッセ。いや、まあこれはいろんな人いますよね。これまあよく SNS でありますけど、うん、マックとかね、リーズナブルなお店で、はい、店のサービスについて文句垂れてるやつと一緒ですよこれ。まあいろんな人がいていいんじゃないかな、ね、そこは高級店かいなって言いたくなるでしょ。その人にとっては高級店ねえ。だけど七十やめとくか。もういいかな。これはね、七十でね、笑い袋いなくても笑っちゃう。なるほどね、はい、ね、これはひどい。まあ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 、まあ、だから僕は本当にグンと突き刺さったのは、はい、配信者は、うん、ね、広告収入は全部出しても無課金、はい、倍始めるようですよ。画像出してるよこれ。始めるようで、そう、こんな感じの始めるようが言ってましたよ。こんな感じの、こんな突っ伏しちゃった、こんな状態で言った、この状態で言ってましたからね。あ、この状態で、この状態で言った、もご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 。なるほど、すげえ状態だよこれ多分。だけど配信者たるものは配信広告収入分は無課金と、この何ながら言ってるんですか。そう、10稼いでたら10出しても無課金って分かるよ。まあまあ、それはだって結局そこで得たお金だからね。なのに いくつでした。70。そう、ちょっとよだれてきちゃったけどね。いや、もうここちょっとこれもう先週からだけど、僕を巻き込まないでいただきたい。まぁ、あ、ちょっと感覚変え、もう、ね、まあまあまあ、はずいから、これ本当に、はいはいはい、ね、はじいとはじいが言ってたよ。はじいとはじいがね。もう、これはない。はい。ね、そしてもうこの練馬さん、これすごいすごい。いや、本当にすごい。ここ収賞様ですよ、900はね。これは僕だって思うよ。やりたくねえよ、こんなもん。はい、70だってよ。まあそういうことでしょ、ね、もう。今回70ということで。はい。おさめつかんので、はい、どうもありがとうございました。翼チャンネル。チャンネル登録してくれよ、な、な。チャンネル登録してくれよ、な、な。